自己紹介を。今回北九州市立大学北方キャンパスからやってまいりました慶応サークルフラッシュと申します。よろしくお願いします。先日11月の3から5日にこっちに大学祭があって、その時に世代交代をしたんですが、今回から障害という役職をこっちも作ることになったので、これから交流していただければ幸いです。よろしくお願いします。ちょっと順番そのままでっていうことで。